はい、皆さんこんにちは、うちでございます。88大航海時代やっていきましょう。さあ補給しましょうね。31まで詰めると、31、19、12を詰めるということだね。で、食料、はい、これは、13でもいいのか。はい、で行きましょう。さあじゃあ次アントワープ目指しましょう。でアントワープ行ったら、ちょっとよけめに食料と水を手にしまして、うん、ちょっと待ってね。人事、司令かな、司令の人事で上官、私が高政に乗ると。で、オズワルドさんにしようかな。もうなんかすごいよね、うちのこの下の3人めちゃくちゃ頭いいもんね。はい、あ、ただでもあれなのか、臆病な人、勇敢な人の方がいいのかな。あの砲とか積んでるのは勇敢な人の方がいい気がするね。さあちょっと北欧の方を回っていきたいなというところですけどもね。このゲームやってると時間経つのが早いのね。まあそんだけ面白いんでしょうね。楽しいので経つのが早いんだと思うんですが。ああ、でもロンドンも良かったんだけどね。ロンドンは何が良かったんだっけ。あ、そうだ、ワイン売るだったらロンドンだ。そうだ、私ロンドン行こう、ロンドン行こう、ロンドン、アントワープいいわ。あ、やっと動いた。あ、違う。スプレッドシートの方が今おかしくなっちゃった。あー、もう困ったもんだ。この時だけ斜めに、ああまたやってる、ごめんなさい。ちょっとね、今ね一生懸命ねリターンキーをしたらね、スプリットシートの方が開業すごいことになっちゃった。これなんかね、アクティブにしたアプリと、まあそうなんだけどね、なんかうまいこといかないかな。よいしょ、進路ね、はい、ワインはボルドが71で売れましたからね、さっきね。さあ私ワインいっぱい持ってるんで、ここで売っていきましょうか。商品を売る、はい、これで、ちょっと待ってねと、あ、まあいいか。 65? やっぱロンドンすごいわ。あ、ここの順番は変わらないんだ、船長の順番が変わっただけか。そういうことか。これベラ、あ、もう全部売り切れないわ。おー、金が目いっぱいになりましたぜ。じゃあ何か買う？ちょっと今回境号はね、境号には水とあれを満タンにしたいんで、まあ商品買いましょうか。高政で、ああ、ここは羊毛か、羊毛がいいのか陶磁器がいいのか。ああ、陶磁器ちょっと安いんだ、まあ羊毛も安いんですけどね。羊毛46まで下がった。ああ、どうしよう。
羊毛で行こうか。はい。で、商品売りましょう。ワインがあったね。19。で、羊毛は売りません。で、孫四郎さん、ワインを70。いやー、これ本当に奥深いなぁ。買えるものがありやせんぜと。そうかい？孫四郎さん、羊毛、いや、陶磁器にしときましょうか。羊毛と陶磁器ダブルで攻めましょう。で、商品売りましょうね。で、ワイン。いやー、ロンドン、ワイン好きだね、イギリスの方。で、商品買うのは、こっち陶磁器羊毛できてるんで、今度は羊毛にしとこうかな。はい、70ね。はい、乗せる場所がなくなりました。で、あと、で、呼吸ね。で、水。これで31ずつ積んでんですが、31ずつ積んでるんですよね。16、31、16、15減ってんのか。で、食料。15ね。で、あと、ああ、しまった、こっちもだ。こっちに、115の半分。6、58？ 57、58か。こっちは57にして、で、次、水を、なんで57なの？ 115 の半分が。あ、57でいいんだ。ああ、いや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 。ああ、驚いた自分のポンコツ具合が。で、まだ隙間があったね。ここに隙間積んどきましょう。羊毛だったね、これ積んでんのね。19。はい、ということで、さあ、じゃあ一応念のためセーブしていきましょう。さあ、こっからね、北欧の方を回っていきましょう。さあ、何番？ナンバー3。3が、あ、そうだ、これ取りためだから。ちなみに上がライブなんですよね。の、2だよな。はい。はい。海ディスクね。さあ、結局港ディスクって何だったんだろうね。さあ、出ましょうか。あ、ちょっと待って。酒場行って、誰か来るんじゃない？はい、仲間に誘いましょう。あらら。じゃあ帰りましょう。飲みませんよ。一日足らなかったね。一日経つかなと思ったんですが、じゃあ出航しましょう。はい、34日間。こんだけ行けりゃ何か見つかるでしょう。さあ、あ、ちょっと待ってね、これロンドンでしょ。ロンドンということは、こっちに行けば何かあったかな。なんか前こっち行って大失敗だったような気がするんですけど、お、見つけた。え、あ、2つも見つけた。前来た時見つからなかったけどね。まあ、望遠鏡持ってなかったんだっけ。どこだ。いきなり2つ見つけたね。この辺に港があるって、いや、もう見つけましたよ。しましょう。あ、
オスロ、ノルウェーだっけ。ね、ノルウェーの人ちゃいましたっけ。違ったかな自信がないや。あれ、オタワってどこだっけ。オタワはどこだったっけ。監督って今書きましたけどね。船作れないかよ、あんたんとこ。なんかね、ノルウェーって言ったら海賊っていう感じがするんで。あ、これ以上買えやしませんぜか。売らないと見れないの？え、売らないと中身見れないの？何できるか。そりゃ厄介だな。あ、でも売ってもいいかな。お金がたまにありゃね。まず売りに行きましょうか。ここで6万ゴールド、あ、ゴールド、6万ゴールドって単位ゴールドに勝手にしちゃったけど。で、あ、そうだ、一応相場見るか。この辺はね、ちょっとよくわかんないんですけど。あ、ワインいい。砂糖微妙だな。砂糖ダメだな。あ、穀物安いね。あ、乳製品売ってんだね。で、貴金属。日本で銀が、あら。あ、そうだ、日本で銀が売ってんだね。おお、121。あ、アメリカ大陸より高く買ってくれんだね。綿111。羊毛55。失敗だな、ほら。羊毛55はダメだな。絹織物。木材、陶磁器、陶磁器失敗だ。あ、ここで何もできないわ。ここでは何もできないね。美術品400はいいね。乳製品と穀物しか売ってないということだね、ここね。ということは、ここでは売るものも買うものもないと。そういうことだね。そうだよね。あ、積んでないのか。失敗しちゃった。じゃあここは素通りだね。ただ荒くれ者がいるかな。あ、またそこ入っちゃった。荒くれ者ども見に行きましょうか。はい、仲間に誘いましょう。見どころになるついませんでしたか。そっか。じゃあ行きましょう。ここは補給もしなくていいね。出て行きましょう、そのまま。これ均等になくなっていくんだよね、多分食料と水は。違うのかな。なんかさっきもね、分散してたら変な感じだったからね、寝かなり方がね。さあ、じゃあ、あそこの南側の港、いきなり2つも見つかるとは思わなかったけどね。行けそうなのかな。よし。反応が甘い甘い。もうでも収録終わる時間だわ。もう12分来ちゃった。あっという間だね、ほんとこのゲームやってると。闘病ね。はい、聞こう。ハンブルク、ハンブルク、ドイツになるの。なんか発音的には、あ、いや、デンマーク、位置的にはデンマークって言うと思ってもいいのかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ハンブルク、オスロとハンブルクをちょっと調べちゃおう。オスロ、はい。ちなみにね、いや、結構いい時間だからね、そんなことやってるあれないんだけど、オスロはちなみにここですね。ノルウェーですね。あ、私ノルウェーって言ったよね。あ、で、こっからバルト海か。あ、バルチックシーだね。あらららららら、ら、ユーロトラック最近やってないんですよね。あ、もうデンマーク超えてんのかな。で、ハンブルク。あ、ハンブルクはドイツなんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ここからのルートとか言われても困るんだけど。いやいや、ハンブルク、
港町じゃない気がするんだけどねえねえこれハンブルク違う気がするんだけど、おお、まあまあそんな感じで、よいしょ。さあ、売り物に行きますよ、取引ね。はい、なのよだねと売りましょう。あ、売る前にあれ見た方がいいのか。いや、私もね、分かってきたかも分かんないね。もうこの相場表を見るようになってきたんで。あ、乳製品穀物か。困ったね。お前と下打っちゃったよ。あ、綿織物。綿織物売ってんだけど、でも綿織物はね、ああ、綿織物売ってなかったか。でも、ここで売れるもんがないんだよね。ああ。だって、羊毛55枚だもんね。あと、陶磁器。ああ、サンゴってあるね。あるね、ここに。陶磁器40、うわ、地中海、もう地中海思い出したわ。地中海のワイン。ああ、ダメだな。あとは船が増設って、あ、船が、あ、そうか、造船ができないんだ、これ。これ以上は買いませんぜ、と。ラインナップが見れないのどうすりゃいいんだろう。しかも、荷物売れないから船も売れないというね。まあ、いっか、ここも素通りしましょう。あとは、アラクレドモかな。あ、時間もう超えちゃった。あ、おー、ね、いっぱい送ってよ、と。はい、仲間誘いましょう。あ、見どころのあるやついませんね。ちょっと酒場女さんと話しましょう。ニーナさんね。おごってくれてありがとうと。北緯55度、東経0度にあるボルドー港であなたを探してる人がいるさあやと。ちょっと待ってね。今度はボルドーに行ったの。さっきまでジェノアだったのにね。さっきまでというかライブの時だね。ボルドー今度はね。はい。はい、じゃあ次はね、さあまだでもまだまだいけそうだね。消耗品は、消耗品というかね、ライフラインはね、ライフラインという言い方していいのかな、食料ね。32日もできるもんね。さあちょっとこのバルト海ちょっと舐めましょうか。そうだよね、確か北欧の方ってバイキングなんだよね。バイキングだったと思うんだけど、もうそろそろドンパチやられてもいいのかな。ドンパチやられてもいい頃合いなのかもしれないね。前でもこっち入ってて何も見かなかったのは、あの時望遠鏡持ってなかったのかな。今はね、もうちょっと食料とかに余裕があるので、まあ、へっちゃらだなって感じなんですけど。本当ヨーロッパって種族がすごいんですよね、確かね。ああなあ、やっぱそっち行っちゃう。そっち行っちゃうか。間違えてた。受け付、こういう時は受け付けないで。受け付けちゃった。あ、受け付けなかったね。よかった。それで、北向いてと。もうぶつかるまで北行ったらいいかな。で、なんかありそうだけどね、ここね。あ、いやいや、もう収録終わらないといけないわ。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。大航海時代終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。